ーフウェイラインを越えたところでウルノにボールが渡るか、吉田が倒れる、ウルノ胸でトラップしてシュート、2対1となりました。西へ、セレミさん、西はエリアの中、ウルノ、よし、取ってきた、今日2点目、よし、ドンピシャのタイミング、宮本がボールを受けます、あープレッシャーを受ける、ウルノだ、ウルノチャンスだ、シュートだ、熊本勝ち越し、得点の強気ダイレクトでクロスが入る、ニアサイドシュート、もう一度シュート、こぼれ球、最後決めたのはウルノ、これも同点ゴール、なんという試合だ。そうですね、一旦落としたところ中へ入れますが、ここはなかなかボールを追うことができない。しかしもう一度11番のウルノ、そうですよね、タッチライン際諦めないプレー、ウルノから30番の渡辺、もう一度ウルノ。